しい。高根沢町からはグランドゴルフをご紹介します。じゃあ改めて、はい、競技の説明よろしくお願いします。はい、じゃあグランドゴルフはですね、クラブ、ボール、スタートマットなどを利用して、このスタートマットからボールを打って向こうのホールポスト、あそこに入るまでの打数を競う競技です。これが50メートルあるんです。50メーター、あそこまで、はい、じゃあ最初の一打は大切。うおー、打ち終わったらもう次に打ってみますか。あー、おー、飛んできましたね。気持ちいい。じゃあちょっと私も体験してみたいと思いますよ、はい、じゃあちょっと乗せさせていただいて、ここの、じゃあ行きますよ、あれ当たんない。もう一回当たんない、あれもう一回、もう一回、はい、はい、飛びました。飛んだけどじゃあちょっともう一回行きますよ。よく狙って、せーの、はい、ナイス。おー、逃げた、逃げた、おー、これ飛んでた、はい、結構難しいかな。せーの、あ、全然違う、どういった、え、難しい。これのほら力加減が難しいんですよね、慣れないとね。どれぐらいの力で打てばちょうどそこに届くか。あー、強い。これでも強いね。はい、4打目、今度5打目。ちょっと打ちすぎ。ちょっといきますよ。今度弱い。ちょっとこの打ち加減を毎日毎日こう出て練習してるんですよ。どれぐらいの力でほら打てば入るかっていうの。あ、惜しい。じゃあお先に、はい、こう近くに寄ったらもうお先にということで打っちゃうんです。えい、はい、はい、上がれ。何打打ちましたかね。あ、うまいな。ひろこさんどうぞ。じゃあ私ですね、結構皆さんスカ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 いきますね。じゃあ行きます、いっぱい力いっぱい。あー、いいですね。あ、やった。あー、結構いいの打った。結構いいの打ったんじゃないですか。で、あのホールインワンすると、マイナス3引くんですよ。へー、ホールがもういいところなんですよね。ホールインワン1回で入れるとマイナス3ということでスコア引ける、計算できるんで、だからホールインワン2回から3回やっぱりやんないと上位に入んないな、優勝するのには。でも入るんですね。入るんですよ、中にはもう。ちょっと入っちゃうかもよ。奇跡よこれ。えい、あ、入った入った入った。真ん中当たったんで。真ん中当たった、よかったね。ほら、入っちゃった、入った、入っちゃった。嬉しいし楽しい。朝からこれやるのは気持ちいいですね。本当にこのクラブとボールがあれば、はい、どこでも場所そんなに取らなくてもできますので、どこでも誰でもできるスポーツですね。いや、いろんな方にもっとやってもらいたいですね。本当ですね。いや、計り知れない。いや、ありがとうございました。グランドゴルフは、子供から大人まで誰でもできる、本当に楽しいスポーツです。47都道府県から来ますので、全国から集まってくるものですから、かなり大規模な大会となりますね。非常に期待して、頑張らなくちゃいけないなと思っております。